新一です。今日は2024年2月1日となりました。あの能登半島地震から1ヶ月経ちました。今ものすごく懸念していることがあります。それは未だに被災地の避難所に8500人もの方々が一時避難所にいらっしゃって、雑魚寝で地べたに布団の方がどれだけいるかなっていうところをすごく気がかりになっています。改めて私たちは11月12日の日に、現地珠洲市に行ってきました。そのことをちょっと振り返りながら、今の状況どうなのかっていうことを考えてみたいと思います。これが1月31日の避難所の状況です。珠洲市44の開設、そして避難者数1520人、ということです。私たちが行ったの時は、51件あって3843でしたから、半分以下にはなっています。ただ、私たちが行った時1万9014人、ということだったんですけども、8579人、これも、半分以下にはなりました。しかしながら今まだ8500人の方々が避難していると、一時避難所に避難しているということです。で、まあ、この状況も変わっていると思いますけど、私たちが炊き出しした珠洲市の緑岡中学、ここは、水道は砂防ダムの排水を活用して、浄水器がついていて、ということで、非常にこれはいいなと思いました。で、オートウィルさんというところが、こういう、トレーラー型のトイレをここに持ってきておられて、この会社の方が常時ここにいらっしゃるということで、メンテナンスが行われているということです。これは非常に理想的なトイレだと思いました。ところがこの状況ですね、この避難所の中は雑魚寝で、こういう形で見せていただいたら、やはりこの段ボールちょっと敷いてるけど、ビニールシートでお布団という、ここの教室はみんなこんな感じでありました。で、当時もダンボールベッド、どこにありますかっていうことをお伺いしたんですが、暖房体育館ならあるかもしれないって言ってみて、体育館がこういう状況でダンボールベッド一つ入ってないという状況であります。で、まあ、こういう形でですね、地べたにいいマットみたいなのを敷いて布団っていうのは非常に、底冷えもしますし、あとはその足もこう、伸ばして寝れますけど、起き上がったりするのが非常に困難になったり、ということになります。で、これ市役所の、近くというか向かいにある避難所もこういう状況で、こんな形でお休みになっているということでありました。子どもたちもこういうスペースありましたけれども、やはり地べたで、いろんなことやってるということで、私たちはこういう段ボールベッドを、持ってって、子どもたちのスペースに置いたりしてきたわけですけれども、あとは社会福祉協議会さん、これから2月3日には珠洲市でもボランティアセンターが立ち上がるということをお伺いしてるんですが、この社会福祉協議会さんが中心になると思いますけれど、そのところにもこうやって、鶴岡市からの、ダンボールベッドを女性スタッフ用の仮眠用にということで、1月12日に設置をしてきたわけです。で、この絵がですね、鶴岡市の元由良小学校のところで、元旦の夜に、一時2400人避難されて、その55人が避難所で夜を明かさなきゃいけないっていうところの中で、ダンボールベッドをなんとか並べましょうと
という呼びかけに、市役所の職員の皆さん答えていただいて、これみんなで、こうやって、並べに行きまして、作って、並べるということをやりました。で、まあ、使った方々は非常にこう、快適だったということで、次の日に自治会長さんから、役所に電話があったということは報告をいただいております。これ非常にあ、まあ、こうやってこういうふうに使うんですよっていうことで、まあ、こういう絵になったわけですけれども、これは非常にいいケースを、この時、モデルとなることを、市職員の皆さんと一緒にやれたなと思っております。こういう状況でですね、避難所避難生活学会の会長の半澤先生にもお伺いを昨日いたしました。で、この状況どうなってるでしょうかっていうことをお伺いしたら、まあ、全部把握してるわけではないけれども、まあ、こういうベッドが入ってるところもあると。しかしながら、入ってないところもあって、こういう雑魚寝の状態が続いているところもあるということでありました。まあ、1ヶ月経ってもこの状況というのは、先進諸国の避難所では考えられないことだと思います。今懸念しているのは、これ半澤先生からいただいている資料ですけれど、このエコノミークラス症候群ですね。これは、北海道の地震の時のケースで、先生方が調べたものでして、発災4日後から段ボールベッドを使用率 100% で使ったところと、発災8日後から段ボールベッド使用率 20% で、こういうところと比べたら、やはりこの足の静脈血栓の陽性率というのがぐっと上がっちゃうということが示されています。これは医学的なエビデンスだと思います。で、実際熊本地震の時に、地震の直接死は50人でしたけど、関連死が223人と、これ驚愕の数字でして、直接死の4倍以上の方が、関連死で亡くなっている。まあ、避難生活中の心身の不調や負担が命を奪うというケースが私たち熊本地震で経験してきたわけです。避難所生活の中でどういう体制でお休みになっているのか、プライバシーはどうなのか、ベッドはどうなのか、食事はどうなのか、トイレはどうなのか、改めて点検をしなきゃいけない、そういう時期が来ていると思います。これは先生方が、この関連ですね、このエコノミー症候群とか自殺とか関連感染症とか、そういうものが何が起因してできるかっていうことで、まあ、例えば車中泊、長時間同じ体制とか、あと劣悪な避難生活、雑魚寝で、まあ、ストレスがたまる、意欲が低下する、体力免疫力低下する、まあ、いろんなですね、まあ、偏った食事、食欲低下、まあ、いろんなことがその持病を、誘発をしたりとか、まあ、精神的にも大変厳しい状態に持ってってしまうということなので、より注意していかないといけないというふうに思います。で、神戸から29年、避難所の風景を変えましょう。私たち避難所避難生活学会というのは行動する学会でして、段ボールベッドをとにかく並べよう、 あとは車中泊の方々に弾性ストッキング、そういうものを使っていただこう、とにかく関連死ゼロになるように、私たちはみんなで先生方一緒にですね、この呼びかけをしてきました。で、私たちがモデルにしているものがあります。それは、イタリアのこの避難所です。
これはすべて、新潟大学半澤先生から、お借りしたものです。このイタリアラックイラ避難所、この、風景というのは発災後48時間経ったら必ずこういう風景になってるとお伺いをしています。テントが並ぶんですね、こういうテントが。でこのテントは非常に大きなテントで、家族みんなで入れるテントです。そして、まずこういうベッドがちゃんとあります。ベッドで家族のプライバシーを確保して、お休みになれる。そしてなんとこれ冷房装置、エアコンまでついてるテントなんですね。こういうところでまずお休みになることができるということです。それからトイレ、これはコンテナ製のトイレです。まさにこういうものが運ばれて、本当にその清潔なトイレがあるということです。そしてあったかいご飯ですね。イタリアのパスタ、あとはステーキのようなもの、本当に美味しそうな、ものが、もう本当あったかい食事が、これも48時間には振る舞われるということが行われます。トイレはトイレカーが行って、このキッチンが乗っているキッチンカーが、被災地に駆けつけるという仕組みになっているとお伺いしました。このトイレ、キッチン、ベッドですね、快適で十分な数のトイレ、そして温かい食事、簡易ベッド、これはイタリアでは48時間後にはできている、提供されている、これが法律に定められています。なので災害が起きたら1時間後にはそのボランティアも一緒に、職能ボランティアという、 もう登録されているボランティアも一緒に、やるミーティングが開かれて、そこから用意どんでみんなで動く、そしてこの体制を素早く作っていく、これがイタリアの文化だということをお伺いします。私もこれは朝日新聞アエラで特集された時の絵なんですけど、これボランティア元年という言葉がここに書かれてるんですけど、あの時神戸で、動いた人たちもうあれから29年経ってるので、私も随分年を言ってしまいましたが、あれから神戸から29年、私もここに鍋を、ね、鍋の会社に草島新さんって書いてあるし、炊き出しの鍋、を作るところが始まって、神戸で3年活動しました。その後私がやってきたものは、この中越大地震、この時は中越元気村っていうのを立ち上げまして、一番冒頭にやったのがこのテントを手渡すプロジェクトでした。テントを700張り、全国から集めて、こういうテントですね、こういうテントを、提供しました。で、まずこれは小千谷市の総合体育館っていうところなんですけど、2000人、3000人、雑魚寝の状態の、この避難所の状況でした。これ、なんとかしなきゃっていうこともあって、もう神戸でこういう光景になるの分かってましたから、もう発災するとすぐにこのテントを呼びかけまして、700杯集めて、どんどん渡すっていうことをやりました。で、その後も中越沖地震の時に、コールマン社、スノーピーク社と連携をして250張り手渡したりもしました。で、まあ、熊本地震でも同じようなプロジェクトを行いまして、こういう形でですね、もうプライバシーを確保して足伸ばして寝れるというスペースを確保するという、こういうことをやりました。で、あとはこれは柏崎の中越沖地震の時ですが、キャンプ用ベッド、これもコールマン社からご提供いただいて、これを、小学校の避難所に持ってって、その当時これは非常に暑い、もう真夏の避難所でしたので、これも大変喜ばれました。そしてこれもまさに足を伸ばして寝れるわけですね。
まあ、こういったことをやってきたわけです。で、まあ、今回その鶴岡市では、元旦の日にこういう風景を作ることができたんですが、今能登ではどうもこうなってないということをお伺いをして、大変心配をしております。ぜひ、これ一刻も早くですね、これダンボールベッドはプッシュ支援のものにもなっていて、直前あるいはもう体育館にも到着してるかもしれません。でもなかなかそのマンパワーがなくて並べることができないというような状況も私見てきましたけれども、これ心してですね、できるだけそのプライバシーの確保、そしてダンボールベッドでちょっと30センチぐらい高くしたところでお休みいただくと、で体温も奪われることが少なくなりますし、あと音にも、音もその吸収してくれるようになります。そして30センチぐらい高くするとそのゴミを吸い込みにくいようにもなりますので、ぜひですねこれ使って、見ていただきたい、使ってみていただきたいというこういう風景を作り出していただきたいと思うんです。で、行政の支援するスタッフの皆さんにもこの段ボールベッドあるいはキャンプ用コットをですね、ぜひしっかりと使っていただいて、くれぐれも倒れることのないように、十分な睡眠をとって、この、災害のこの、支援、しっかりと頑張っていただきたいというふうに思っています。ありがとうございます。今日は2月1日発災後1ヶ月経った今も雑魚寝で地べたに布団みたいなことになっていないように、一刻も早く段ボールベッドがとにかくは並ぶという風景を作り出していただきたいという願いを込めて、今日の発信をさせていただきます。それでは皆さんまたよろしくお願いします。失礼します。